え、それ、さっきの鳥じゃない似てるな。色は一緒や。え気持ち悪。マジで生き返ったんか。ちょっと、ランプ。ほんまにさっきと一緒の鳥か。確認してくれ。あの鳥は完全に死んどったから。それがさっきの鳥やったら、スコッチの力は本物や。わかった。助けてくれおいちょっと早く手掴んでくれ早くなんでそんなことなんねん地面が崩れたんや見とったやろ早よ助けろって助けるぞ、スコッチ。いや、待て、ルーサ。なんや。何を待つことがあんねん 手が痺れてきとんねん。地面見てくれ。うわ。なんやねんもうええって違う、ランプ。足場がヒビだらけで。多分、俺らが近づいたら、すぐに、崩れてまうと思うわ。いや、もう崩れてもいいから早く来いよいや、崩れたらあかんやろ。大丈夫やってまた崩れてないってことは、お前らが来ても崩れへんっていうことやってそれはちょっと、意味がわからんわ。ええから、ごちゃごちゃアホみたいに考えてる今あったら、早く手つかんで上に上げろってランプ、これは俺らが言ったら、ほんまに崩れてまうと思うわ。だから、もし落ちて死んだら、お前も生き返らせるわ。何を言うてんねん、お前。 約束する。お前どんな顔でそのセリフ言うとんねん。見してみろ鼻へし折ったるわ絶対助けるから。今助けろやマジでどうしようかこれ。